来たか。今度は何？近日エリシオンにて共和会議の総会が開催される。共和会議って何？簡単に言えば世界平和について話し合う機関だ。数年に一度領主たちが集まり総会を行う。私も行かねばならぬ。お別れを言うために俺を呼んだのか？違うよ。私と一緒に来ればお前も堂々とエルシオンに入れるだろう。総会が開催される年はエルシオンへの出入りはかなり制限されます。まあ漁師たちが一堂に集まりますから警戒が厳しいのは当然ですな。エルシオンに入れればアカデミーにも行ける。本当ありがとうダビッド。しかし本当にダビッド様が総会に呼ばれるとは。どういうこと？通常共和会議に参加できるのは大国の領主だけだ。私のような小国の領主が参加を要請されることはない。なんかやったな。大したことじゃない。最近のアカデミーの不穏な動きについてある男に追及してみただけだ。誰に？共和会議議長でアカデミー最高責任者ナーガプール領主ウィルフレッド・エルマイエン公。ウィルフレッド・エルマイエン、そいつがイリーナ。それを調べに行くんだ。ダビッド様、エルマイエン家は代々の議長を輩出している名門。下手に刺激すれば全ての諸侯を敵に回すことになります。先代様も議長との関係には並々ならぬ苦労をされておりました。ここはアスラムのためにも慎重に。私のやり方は父よりも劣っているか。長話が過ぎた。今後のことはエルシオンについてからだ。出発の準備を。イエスマイロード。あ、ダビッド。どうした？あ、いや、なんでも。じゃあ、また後で。これが例の娘か。はは。あなたが命令したのね、こんなこと。私をどうするつもり？ふん、気丈な娘だ。彼女の血を引くだけのことはある。あなた、お母さんを知ってるの？だが、私はそういう女は嫌いだ。女は黙って私の言うことを聞けばいい。いいか、覚えておけ。今度から私に向かってそういう口を聞いてみろ。切り刻んでハルピリアの餌にしてやる。閣下。なーに、冗談だ。他の女たちのようにはせんよ。彼女は替えの利かぬ唯一の存在だ。お前も失礼のないようにな。はは。
我が務めを果たそう。任せろ。全力を尽くそう。どうした？は最大の防御。見せてやる。甘いな。こいつらを叩くぜ。残念。強敵でも弱点はあるはずだ。まだまだだ。そうじゃねえんだ。私がエマだ。
この敵を叩く。力よ。敵は固いぞ。大丈夫か。まあ実力だな。まだまだだ。来た。少しは成長したかな。よく見てくれよ。
っちまうぜ。
行くぜ。先手を取るぞ。こいつらを叩くぜ。見せてやるぜ。今こそ まだだ。そうじゃねえんだ。この敵を叩く。見ておけ。大丈夫ですか。手を取れ。こいつらを叩くぜ。と何やってんの。硬いな。
少しは成長したかな。敵を叩く。素晴らしい。まだまだだ。来た。まだまだ成長しますぞ。
まだまだだ。そうじゃねえんだ。敵を叩く。あれがレムナントエルシオンです。それが司るは世界。今からおよそ千年前、マリオン・マーシャルがあのエリシオンと契約を果たし、ここをレムナント文化の発祥の地としたと言われております。へえ。サイクス夫妻はもともとこちらに住んでいたはずだが。いや、俺も生まれはここだけど、すぐユラム島に移住したからエリシオンのことは覚えてないんだ。
ダビッド様。そうだな、アスラム大使館へ向かおう。総会はまだ始まらないか。まだです。ゴール港とクーバイン港の到着が遅れております。まったく、お偉方ほど時間にルーズで困る。聞いての通りだ。ラッシュ、しばらくお前に付き合うぞ。え、大丈夫なのか。誰かが呼びに来るさ。それに俺が一緒の方が都合がいいだろ。みんな異論はないな。我々にも同行をお許しいただければですが。もちろんだ。今のうちにできるだけ情報を集めておくぞ。アカデミーにも言っておいた方がいいだろうな。ああ